翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。アシスタントの知恵です。よろしくお願いいたします。引き続き、はい、在日宇宙人&スピリチュアル系元国連職員の萩原先生にお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。先生はもともとの専門は人工学ということなんですよね、はいはい、ちょっと詳しく伺ってもよろしいですか。どうぞ。はい、人工学っていうのはどういうことを取り扱うですかね。人口の変化についてなんですか。もともと人口学って、はい、まあ、2派に分かれるんですが、はい、あくまでも人口その統計的にね人口統計って例えば国連統計とか世界銀行統計とか出てくる、はい、統計の世界とそれから社会人口学といって、はい、いわゆるその人口問題が起きているその理由原因は何だろうかってこういわゆる社会学に近い、はい、まあ、2派に分かれるんですけど、はい、私はもっぱらその社会学の方を、うん、まあ、勉強したということなんですけどね、はい、なんか先ほど休憩時間の間に、はいはい、こう女性と男性の出会いから始まるなんていう話をちょっとお話しされてたんですけど、はい、その辺をぜひ、はい、詳しくお願いします。日本ではなかなかその人工学講座がある大学って本当に限られてるんですね、あんまり聞かないですよね、 あったとしても大体、まあ、ほぼ 100% 経済人口学、うん、つまりまあ、よく知られてるマルサスの人口理論とか、うん、マルクスとか、うん、それからその経済原理論の中でのその人口という位置ということで、うん、これね学生にしてみれば本当につまらない授業になるんで、だから、うん、その人口に関する授業あるいは講座でね楽しいって日本にはないんじゃないかと思うんですよ。これすごく残念なことでね、人口っていろんな意味での指標っていうか経済指標にしてもじゃあ分母を何人取るかっていうと大体人口なんですよ、うん、人口何人あたりこういうことですと、人口 10万人あたりコロナの感染数はこれですと、はいはい、人口が尺度になっててそれだけとてもとても重要な分野なんだけど、うん、なかなかこうまともに人口問題って何だろうってテレビ番組では取り上げないんですよね、うん、現象としてはね、あるんだけど、はい、で私の中でせっかく社会人口学をやったんで本当の人口の根っこは何かっていうことになればこれもう明らかなんですよね。それは男と女が出会った時から、うん、まあ紆余曲折を経て、うん、子供が生まれるっていうことでね、うん、で人口って要素は3つしかないんですよ、うん、出生死亡移動、うん、でこの3要素でなってるんだけどそのどれもがその経済学的に釈明解明しようとすればこれもうできない話なんですよ、うん、その男女の付き合いっていうのは国によっては宗教的な縛りだとか人類学的な社会学的ないろんな要素があるんでね、だからそこから解明していこうじゃないか。だから私が人口講座をやる時のタイトルは、はい、ベッドルームからの人口問題ってベッドルーム、うん、寝室からのですね、はい、ラジオですから言葉を気をつけなくてはいけないまさにそこから解明していこうではないかということなんですね、はい、で、うん、ベッドを共有するということが、はい、例えば夫婦関係でなくて、うん、そういうことはどれだけの意味があるか特に
結果的に出産っていう状況を迎える女性にとってはとても重い意味があるわけですよ、うん、その行為そのものが、うん、してみると、はい、女性が楽しく幸せに一生を送るためには、まあ、通常パートナーである男性、はい、オスの本性を正確に知っておく必要があるだろうという思いが私の中にあって、はいはい、もともと75歳に私になった時に、はい、女子大でベッドルームの人工学からの人工学をやりたいという思いがあるんだけど、時々ね一般のあの人たち向けに、あ、一般の人も行けるんですか。先生は大学の講師も、はい、大別大学っていうところで、はい、あの人口、まともな人口問題のことは少しは話してます。いや、はい、残念ながらそっちの方はね、はい、あの若い学生さんなんで、ただ私の中でこのことは少なくとも、ね、うん、手遅れかもしれない、女子大のレベルでは高校生、うん、ぐらいでないとね、うん、だけどどっかでその話を真面目な講座としてね、うん、やりたいっていう思いは、いや聞きたいですね、あるんですよ。男性の本性って気になるよ、ね、どうやって聞く、っていうのはこれなかなかね危険な言葉を使わずにっていうあの難しいんだけど、あの、うん、要するに それが基本的にもフェアではない。でこの部分がねあまり取り出されないんだけど、その男女のね差別に実は大きくつながっていると。で例えばアフリカ大陸っていうのはいまだに男権っていうか男社会なんですよね、うん、アンガリ・マータイさんのようなあの素敵な女性が出てきてくれたんだけど、アフリカ大陸全体見ましてですね、でまあ宗教によっては一夫多妻もあるし、その男社会の中で女性は子供を産む道具だと、うん、生きる男たちがまだまだたくさんあると。で我々の社会からはなかなか理解できないけど、宗教的な意味合いでの割礼っていう文化がまだ根強く残っている、うん、はい、で女性はすごく虐げられているというのが、うん、あの全アフリカ全体で言えるし、実はそれはその縮図は世界全体にも言えることでね、うん、あの日本なんかそういう意味合いでは統計的にそのジェンダーギャップで世界的に女性の位置が低い、先進国の中では多分一番低いと言われてる、言われてる。で私が現役時代すごくゾッとするのは、経団連の合資交換会みたいなこと言うと 98% ダークスーツを着た薄汚い親父たちの集まりなんです、うん、もうねどうしようもないですよ、うん、どうしようもない。やっぱり男性が多いですよね。で現役時代にね、はい、アフリカに出張して、それ官民いろんな人に会うんだけど、まあ男が出てきた時にはダメ、もう観念的な話しかしないで女性が出てきてくれた時には、ね、はい、すごく現実的な話ができる、必死なんですよ、ね、彼らは今まで虐げられてきたけど、はいはいはい、私の子供孫たちにはいい教育を受けさせたいという思いが根底にあるわけですよ。女性の思いがやっぱりあるんですね、うんうん、だからもう単純に言えば今のアフリカが残念なあの姿にあるのはもう男が牛耳ってからそう、うん、で アフリカ国の大陸をねいろいろ流してみると、昼間っぱらからね何もしないでね、あの木陰でね、日本で言えば将棋みたいなとか、ね、昼寝してるのみんな男ですよ。だから残念ながら、ね、あいつらじゃない彼らはあの内戦でも起きなきゃね、もう無用の長物以外何もない。だから私は
アフリカごと女性に任せろと、素晴らしい新しい発想ですね。これにも書いたし、今度のやつにも書いてる。でそれは、それは実験的でもいいから、はい、男はねそこで一生すって一生に伏す、笑われるかもしれないけど、はい、しばらくね地球全体77億人のリーダー、うん、女性に託してみたらどうかと。なんかこう女性の時代とかって言ってる方多いですけど、はいはい、どうなんでしょうか。男が、はい、あ、まあ、多分太古の時代からね、はい、あの人類の近代史があると思うんだけど、近代人類の近代史ってずっともう戦争から戦争への繰り返しじゃないですか。もともとね男には闘争本能が、まあ、あるらしい、はい、DNA がね。でしかも戦争する一般のなんていうかな大義は、はい、愛するものを守るっていう。ああ、そうですよね、守るため、守るため、はい、愛するものを守るためには人殺しも辞さず、おかしいでしょ。おかしいですよね。愛するものを守るために、ね、うん、間違いなく誰かに愛されてる人を殺すことが正義、うん、というのが戦争ですよ、はい、つまり戦う男たちが従事ってる間はダメなんだ。なるほど。リーダーが終わらないとね。リーダーは嵐の大野くん、登場しました。1回目ね、1回目の なければいかんのというのが私 の、はい、あの思いなんですね。そうするとどうやら女性はね、女性と男性の決定的な違いってもう一つしかないと思ってるんですよ、うん、もう子供の能力があるかどうか。でそうするとね、これはね、これはね、子供を産んだかどうかに関わらず女性の中には本来無条件の愛、うん、慈悲っていうのがどうやらあるような気がするんですよ、うん、少なくとも男よりは戦闘的ではない、うん、そうですよね。女性の無条件の愛と慈悲、うん、それが地球上の半分をなしているにもかかわらず、はい、男は惜しく戦って愛する人間を、うん、愛する者たちを守るっていうこの構造がもはや古い、時代感覚に合わない。この構造がある限りにおいては戦うこと争うことを人類はやめないだろうと思うんですよ。ここにくさびを打てるのはもう女性しかないと私は思ってます。例えば、ね、永田町周辺にも、うん、あの女性であることを忘れてなんかこう国を引っ張ってるということかなりの勘違いだと思うんですね、うん、やっぱりその女性は女性である特性っていうかやっぱり生かすべきで、だからあの男が力ずくで女を守る時代から、うん、女が 無償の愛で男を守る時代っていうか、だから男は、うん、あのしたたかにその下支えをするということにしばらく徹してみたらどうかと思う。いや、すごく、うちの家庭がに人類平和の秘密がある気がするんですよ。翡翠家にあのうちの息子たちってすごいみんな仲良くて、その高校生の息子とかもあの外でうちのかみさん見るとハグしてキスしたりする。素晴らしいですね。まあ、素晴らしいかどうか置いといてめちゃくちゃ仲いいのね、うん、あの親子関係とかですごい仲良くて、でまあお姉ちゃんも息子もね、まあ、大学生と高校生なんだけどすごい仲いいんですよね。でそのでそれはすごくかみさんがその好かれてるんですよ、家庭で。で子供たちにすごい好かれてて、で僕は大した子育てできてないんだけど、その僕が心がけてるのはとにかくその
神さんが心地いいことが正解っていうのが、あの我が家のルールなんですよ。我が家のルールっていうか僕のすごく大事にしてるところで、神さんがご機嫌だとその家の中で太陽が光るみたいな感じになるから、なんかすごく円満になっていくっていうかね。だから僕はもうその例えばその家はなんていうのかな、うちの家って親がすごい節約家の家だったので、あのお母さんが都市伝説みたいなやつ信じてて、水道の蛇口をちょっとずつ水を入れたら水道代がかからないっていう都市伝説を信じて、お風呂を入れるときにポタッポタッてポタッポタッていう、そういう超節約一家で育ったんですよ。だからその神さんとかと出会った、神さんはそういう節約の一切ないから最初はすごいイライラしたんですよ、うん、もうで神さんは例えばパジャマとかも一回来たら必ず洗うんですよ。普通パジャマって 2,3 日ぐらい良さそうじゃないですか。パジャマだったら、うんね、パジャマは、うん、もうどんなものでも、もう1日4回ぐらい洗濯しないと、出るたびに洗濯して、はい、その水道代もかかるじゃないですか。僕ポタポタで育ってるから、うん、ストレスだった。最初すごいストレスだったんだけど、神さんのそれが心地よくいるため その趣味だって考えた時に、すごいそれってそのストレスをためないって、あそこを俺がそのそんなね、そんなに洗濯しなくていいってお前も楽になるだろうし、でも彼女にとって洗濯がたまる方がストレスだから、あそこ俺分かってあげなきゃなと思ってね、彼女の洗濯は彼女の趣味として捉えて尊重するようにしたんだけど、まあそういうところが随所にたくさんあるんだけど、とにかくその神さんが心地いいっていうことを大事にすると親子関係がすごい良くなるから、それをねすごい感じてね。いやもう世の中の男性にもみんなに聞いてほしいですね、うん、本当にね。その巫女さんって大概女性じゃないですか、はい、だからそのインスピレーションを受け取って、はい、そのビジョン、その方向性を受け取るっていうのが女性がやって、はい、男性はそのビジョンに対して構築する、具体的にやっていくっていうようなですね、その右足出したら左足出して前に進んでいくようにね、なんかそういう役割分担で、まずは感じるっていう部分を女性がインスピレーションを受け取って、考えるっていうのを男性のいい具合の役割分担をしてね、でとにかくその女性が始まるって、女性が土台って書いて始まるっていう字になるよね。その女が嬉しい、その喜ぶっていうのも女が喜ぶと嬉しいっていう字になるから、そのとにかく女性が喜ぶ環境っていうのがすごく運が良くなるっていうのは感じたんですよね、この結婚生活まあ20何年で。とにかく女性が喜んでるたらその人間関係もうまくいくし、なんか運が良くなっていくっていうのをねすごく感じたから、そういう我が家に人類平和の鍵があるんじゃないか。いやもう素晴らしいお話ですね。いや素晴らしい、それは神さんご機嫌っていうのはいいですよ。そうですよね、神さんの一番のご機嫌は僕は家にいないことなんです。なんてこんなあとね、その家でね俺だけ料理がないってことが結構あるわけ、はい、神さん料理作るのすっごい苦手だから、その苦手なんだけど、その普通だったら苦手だからこそ、家族全員同じものを食べれば1回で済むでしょ、でもそういう頭の働きはできないんだって、だから息子は息子の作るし、娘は娘の作るし、俺は俺の作るし、それすごい不便でしょ、大変でしょって、同じのにすればいいじゃんって言うけど、料理に関してはとにかく頭が回らないみたいで、それが私にとって楽だって言って、でも苦手だからすごい負担なんだって、だからその我が家で俺だけ料理がないことがあるわけそれは外で食べてくるとかではなく、そうだからそのそういうところはできるだけ神さんのストレスを与えたくないから、普通だったらそこですごい喧嘩になると思うんだけど、神さんの苦手分野って直しにくい部分ってあるじゃないですか、だから直しにくい部分は受け入れて、得意な部分に感謝していくっていうかね。素晴らしい。うちはね料理はね
その基本外で食べるっていうことを心がけてるんですよ。あ、そうするとかみさんのストレスが減るからね。でもその分、すごくその子供との関係がねすごくいいし、で子供をね、そのうちの子赤点王で、もう大学もね絶対無理って先生に太鼓判を押されてね太鼓判絶対無理ですって言って、 でも息子は大学行きたかったみたいで、パンフ取り寄せててね、短期大学の取り寄せたパンフ見たら短期大学って書いてあるんですけど、女子大のパンフなんですよ男の子なのに。確実にうちの子確実に落ちるでしょっていう、ね、でもその ねうちの息子の学校はね、天才がいることを気づいてないとかって言ってね、すごい息子をね天才扱いしてるんですよ。やっぱりお子さんってね、両親を見て育ちますもんね、関係性がね良かったらね。その萩原先生が提唱してるその定年後ヒーローっていう、その僕自身が僕の人生で楽しめてるから家庭でゆとりがあるんですよね。だからやっぱりそのまずは定年後ヒーローになることで心にゆとりが生まれると思うんですよね。その自分のその生かし場があるっていうかね、そういう意味で定年後ね、先生定年後ヒーロー活躍していかれるってことですよね、地球自身がね第4コーナーを回ってて、定年ヒーローね、60歳以上の人が3人に1人、まあ、60歳以上になる時代になりますから、まあ、それこそ人口的にその世代は経験もあるわけだし、英知もまさに第4コーナーの英知があるわけですから、この経験がね、とか知識とか知恵とか技術、それから忘れてはいけないのは財力を埋もらしてはいけないという思いがものすごくあるんですよね。でも今のね、結局宇宙平安とか何とか言っても、うちなる平安が訪れない人にそれは無理な話で、そうするとやっぱり家庭内のね、平安っていうのはもうマストの条件だと思うんですよね。で今現象としてその定年を迎えた男子が、まあ言うなればこう濡れ落ち葉現象っていうかね、ちょっと古いですけど、その亭主元気で留守がいいって、そうするとそれがずっと、まあ、今回のコロナもそうだけど、予別幕なし いた時に何が起きるかっていう、野別幕なし2人でいるこの関係性が楽しくなければ、多分その世界平安とか日本の平安にその貢献するなんていうことは思いもつかないと思うんです、ですからよくほら Think globally、Act locally、だから宇宙平安とかその大命題はあるんだけど、でも何から始めるかって言ったら、もう個々人が楽しく幸せに元気になるっていうことの積み重ねしかないんですよ。それは間違いなくその平和の問題も、最終的には個々人がどれだけ認識して覚悟を持って楽しく動くかっていうことだと思うんですよね。だからすごい知恵だと思う、自分のパートナーである奥さんがご機嫌で楽しそうにしていることをなんとか作り出すというのは天使の鏡だと思う。いや、鏡というか、その女性が笑ってるところがね、その僕は運と徳とかこの世のいいものが全部生まれるっていうのがね、ちょっと予感があるんですよね。予感というか経験がね、経験と予感が両方あるんですよね。その女性が笑ってるところは必ずいい方に行くっていう、だからその男性は男性自身のために、女性陣の拍手がもう
その別に女性のために言ってるわけじゃなくて、そのやっぱりね、その子供との関係がいいっていうのは男性だって嬉しいことですから、そので僕自身はやっぱりその作家になれたのも金運が良くなったのもやっぱり全部その神さんが笑顔が増えてからなんですよね。だからそういうその僕自身その結婚前はほとんど才能出てないんで、その僕はその結構やっぱりなんていうのかな、男性ってそのエジソンの子供時代見てると思うんですけど、本当エジソンの子供時代っていうのはそのもう脳みそが腐ってるって言って小学校を退学させられてるんですよね。で先生に脳みそが腐ってるって子供が発明王になったわけですよね、エジソン。でもそれはお母さんがあの全部あなたは天才だっていうその信じて寄り添ってくれて、その女性がいるんですよね、必ずお母さんだったりね、パートナーだったり。だからその女性の称賛を受けた男性っていうのはすごい全て天才になるっていう拍手が拍手がでそれの役割があって、分かりやすいな、その、まあ、役割があってその男性は社会を作るけど、その男性を作るのは女性であり、女性がその男性を作り、男性が社会を作り、その社会が子供を作りって、なんかいい具合で循環していって、起点が女性っていうか、男性がそのすごく才能を発揮できるかどうかっていうのは、そのやっぱり影にそういう女性がある感じがしますよね。いやいい話よ、いい話よ、ね、分かりやすいですよ、ね、分かりやすいですね、女性がねご機嫌でニコニコしてくれて、ではですね、今回のパートではもうパートナーシップの話たくさん伺ってきましたけれども、いや素晴らしいお話をたくさんありがとうございました。じゃあまた来週、バイバイ、ありがとうございました。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード愛の織箱や八坂がお送りしました。言葉って魔法だね、夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね、素直に言えなかったに変えて、遥かの誰かが残した言葉が時を超え今も僕を励ますように、僕らが語り合った夢や希望を、未来を生きる次渡せるといいな、この街に舞い降りる喜びや悲しみを言葉の魔法で何に変えよう、言葉って魔法だね、夕日が
切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかったありがとう、愛してるを、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて、伝えたい言葉に変えて。